どうもこんにちはリファイボクン今回の動画ね非常にタイミングが良かったあの事務選びのコツっていうのがねあ5点語られてましたけどもそうだなーと思いましたね特にね最後の5点目なんですけどもこれはね非常にねいろんな習い事に共通するとこだと思います、まあ、例えば私はあの今ねリファイトクラブの他にあの民謡もやってるんですけども民謡のその教室っていうのはね 体会に出たいとかいろんなあステージを踏みたいっていういわゆるガチ勢っていうのもいるんですよねでもその他に大半の人は習い事をしている自分が好きとかそこで三味線や民謡もやるんだけどもあの人間関係とかねお茶を飲んでああいい雰囲気だなっていうふうに浸りたい人もいるんですよ。これ両方とも大事なんですよねであの家元っていうかね講師の立場からするとどういうふうに見えるかっていうと本気でやりたい人には厳しく教える。ね でも、そういう人ばっかりじゃないから、緩やかにほわーんと、本当にね、サークル活動みたいに属していたいっていう人のことも大切にする。いわゆる、そういう人、お客様ってやつなんですよね。で、8割ぐらいのそういった所属することでもう浸っている人、そういったお客様から月謝をいっぱいいただいて、そしてその月謝によって本気でやりたい人の遠征費とか、活動費とかっていうのを練出するわけなんですよね。まあそうやってバランスを取る。そして、その、 グループに属しているだけのお客様も何で来るかっていうと花形がいるからなんですよね。大会にどんどん出て賞を持ってくる人とかあっちの大会こっちの大会こっちの舞台あっちの舞台って呼ばれてあっちこっちにね、えー、行くような本当に本気の選手がいるからそういう人の選手じゃないけどねそういう人の応援に行くことによって自分も和服を着てあの人の教室に私も通ってるのよっていう風なアイデンティティが保てるわけなんですよね。まあ、そういった形で 自分のグループの中にこんな人がいるこんなすごい人がいるから同じところに属してる私はすごいでしょっていうふうに思いたい気持ちもあるんですよねそれがだからなりきっていくっていうね形の人だと思いますこれどっちも大切なんですよどっちもねだから会員さんの中にもあの引け目を感じたりとかねで本気でやらない人をバカにするような人がいないように指導もしていかないといけないっていうことでもう家元の力量も問われてるわけなんですよね うん、あの人みたいにもっと頑張んないとみたいにけしかける人っていうのはやっぱりその教室の雰囲気を壊しますしその多分ねジムの中にもいると思うんですよ。ジムの中にもあのちょっとねジムに慣れたからって言ってちょっとね試合にちょっと出たからって言ってこれから始めようとする人にいわゆるマウントを取るみたいな感じでねいやそれはちょっと甘いよねみたいな感じで口を出してくる人それはもうトレーナーさんの仕事なんで、えー、ジムに通っているそのね会員さんが自分の。 選んだトレーナーさんに指導を受ける分には、しっかりと受け止めると思いますけども、なんかよくわかんない人が横から口出すとね、それなりに気を使って分かったふりはするけども、あの人何なんだよみたいになっちゃってね、え結果通うのが嫌になってくるみたいなこともあったりとかう、で、ジムのインストラクターさんとかからするとね、そういうふうな会員同士のいざこざって、いや、もっとも避けたがえることだと思うんですよね。はい、その中でね、このオンラインジムリファイドクラブのいい点っていうのは、これすごいんですよ。こっそりと こっそりと上手になれるんですよ。こっそりと格闘家になるんですよ。こっそりとなりきれるんですよ。なんか、最近体閉まってきたら何かやってんのって言ったら、うん、ちょっとキックボクシングをね、ジムに通ってるんだよね。っていうだけでも、えーみたいな感じになりますよね。で、私ね、そういうことがだんだんね、今ね、身の回りに起きてきてるんですよ。で、今度試合が、ね、あるんで出るかもしんないな、みたいな感じで言うと、やっぱりね、本気でやってんだなって思ってもらいますし、見る目がね、変わるんですよね、周りの人の。 自分が変わることによって周りが変わるっていうのをまた体験したかなっていうのとやっぱねこうシャドーボクシングがさささっとするんですよ私としてはねあのシャドーボクシングっていうのは日課になってますんでもっともっと上手にならないとなって感じでやるんですけどもそれをはたまきから見るとねもうシャドーボクシングを生で見る機会なんてないわけですよだから最初は私も恥ずかしかったんでこっそりと一人でやってましたけども今はねあのまあ試合に出るっていう意識もあ出てきたんで 人に見られるところでやることにも慣れていかないとなっていうところで割とね邪魔にならないようにちょっと押し継ぎがましくならないようにさっさっとやる機会っていうのは出てきたんですよねまあそういったところで靴もすり減ってきたんで新しくシューズをね新調したってことになりますけどねまあでも本当になんかそういうふうにあの自分が格闘技をやってるってことは近所にもね私の場合ですとね近所に安心感も与えてるみたいなんですよだからそういう意味でも キックボクシングを一生懸命やってる、毎日やってるってことが分かると、周りの人との関係も良くなるかなっていうのを私は今感じております。はい、あとはね、あの、そういうふうに注目されればされるほど、まあ、記憶正しく美しい自分になっていかないといけないなっていうふうな形で、精神力もね、問われてるかなっていうところでございます。え今後もですね、自分のためではあるんですけども、周りの人のためにも、記憶正しい、えー、格闘家を目指していこうかなというところでございます。50過ぎましたけどもね、まだまだ 自分の戦えるステージがあると思いますので、君もあなたもリファイトしよう。お疲れ様です。